はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、楽器を演奏するときに体をこうやって動かして、演奏するのか、演奏しないのか、体を動かしながら演奏するとどのような影響があるかという観点で語っていきたいと思います。じゃあその前にですね、まずそれに関連したことをちょっとやっていきます。はい、手品ですね。よくね、みんなカードでね、こんな、マジックができんだぞって言ってね、みんなやると思うんですけれども、ね、ちょっと見ていきましょう。普通のカードですね。いいですか？はい。で、これをですね、今から、僕が一瞬で消し去ります。うまくできるかな？いきますよ。はい、ということでね、手品の話は別に、手品の内容はどうでもいいんですけれども、で、後でね、またこのカードの手品との関連性を若干語っていきますので、まあ、カードは置いときましょう。それでね、楽器演奏するときに2パターンあると思うんですよ。1つはですね、すごく動かずに、微動だにせずに演奏するやり方。こんな感じ。まあ、こんな感じで、微動だにせずに動くやり方と、あとは結構体を動かしながらやるやり方。でね、こう2種類やり方があると思うんですけれども、一体この体を動かして演奏するのと、全く微動だにせずに演奏する時の音の違いは一体どうなってるかっていうのを検証してみたいと思うんですよ。はい。で、今から僕が A パターンと B パターン2つ弾きます。ので、 A、B どちらが体を動かしながら弾いているかっていうのをクイズみたいな感じですね。想像しながら聞いてください。今から僕レコーディングするんですけれども、画面暗くしてね、僕の姿が見えないようにして演奏するので、 A か B どっちが体を動かしているかを当ててみてください。いきますよ。はい、じゃあまずね、パターン A いってみましょう。曲はね、ミスティです。はい、パターン A。 はい、じゃあ次にね、パターン B いってみますね。パターン B。はい、そしたらね、パターン A と B どちらがね、体を動かしたか、正解をね、動画で見ていきましょう。じゃあ A と B どうぞ。
はい、じゃあ正解はですね、実はどちらも体を微動だにさせていなかったということなんですよ。はい、皆さんね、どう感じましたでしょうか。ね、この音楽っていうのはですね、実は耳っていうのはものすごい不安定なものなんですよね。人間の耳って所詮そんなものです。どんな耳がいいって言ってる人でもね、すごい不確定な要素で、実は僕が思うところにはこの視覚ですね、視覚とかなり連動している部分が多いんですよ。で、多分それはね、多分人間の感情的にとか過去の経験とか、いろんなものがこう積み重なって、それを感覚としてこう取り入れてると思うので、決して音楽とはいえですね、決してね、その聴覚だけで音楽を聴いているわけではないっていうふうにね、僕は思うんですよね。それでね、一番初めにやったこのね、手品もそうですけど、視覚です。 100% 視覚ですね、なので、そういうものに影響されやすいんですよ、ものすごく。じゃあね、演奏するときになんでこうやって動きながらね、演奏するかというと、いくつも理由があるんですよ。多分、リズムを取るため、グルーブに乗るため、それから勝手に体が動く、それからね、バンドメンバーへのね、キューを出したりですね、それからもちろんかっこよく見せるためとかね、いろんな理由はあると思うんですよ。で、僕もライブの時はね、めちゃくちゃ体を動かします。例えばロックのね、バンドとかでね、サックスを弾いたりする時はね、もう止まってないです。もうめちゃくちゃ踊りながら、もうおりゃーってこう演奏するんですね。で、それは何かっていうと、多分いろいろな要素があると思うんですよ。で、決してその音がうんぬん、動くから音が、かっこよくなったり激しくなったりっていうような要素ではなくてですね、なんで体を動かすかっていうと、あくまでも音楽ってエンターテインメントですよ。なので、エンターテインメント半分はね、視覚だと思うんですよね。なので体を動かすというところから来てると思うんですよ、僕は。で、実際に音色っていうのはですね、体をいくらこう動かしてもですね、もちろん振動とかでね、音色は変わったりしますけれども、もちろん微動だにせずに、ここのアンブシュアに全てを集中してやった方が細かいコントロールは効くに決まってるんですよね。もうそれだけは間違いないんですよ。例えばレコーディングの時なんですけれども、レコーディングの時ってもちろんマイクがこうあるじゃないですか。で、マイクがあって、こうマイクに対してもうすごく精密にこう音を入れていかなければならないと。なので、自分がこんなに動いちゃったらですね、もう音圧も変わっちゃうし、もちろん音色も変わってしまうので、レコーディングの時には基本的には理由がない限りは微動だにしないっていうのが基本中の基本なんですね。で、例えば耳の良いレコーディングのエンジニアさんとかであればね、こうやって動いたりするとね、ああ、ちょっとレベル取れてませんとか、バランスが取れてませんってね、こう怒られてしまいますので、ね、基本的にはレコーディングの時には一切動かない方がいいです。でもね、ライブの時はもう全く別の話でですね、先ほども言った通り、視覚とね、この聴覚、この2つでお客さんを楽しませるっていうのが一つなので、動くか動かないかっていうのは、どっちがいいか悪いかっていう話ではないんですよ。決して動くから、こうやって動きながら演奏するかからといって、それがお客さんにとって楽しいのかどうかっていうのはまた別問題なんですね。なので、これは一人一人のその演奏する時の、なんていうのかな、自分の好みとかもありますでしょうし、なので、どっちがいいか悪いか、白黒っていうのはもちろんこう言うことができないんですよね。ただ、その動くことが悪いか、もしくは動くことがいいかっていうことを言うと、これどっちでも正解です。人によってその正解が違うと思います。僕はちなみに動きまくるライブもあるし、全くほとんど動かわざとね、こう動かずに、演奏するライブも、たくさんあります。はい、それでね、話をまとめるとですね、音楽っていうのは 100% 物理学です。ね、全てが音の波なので物理なんですけれども、ところがね、エンターテインメントとしての音楽と考えるとですね、また 100% 物理学だけではない、人間のね、見てる人の感情とかがあるので、そこの部分がね、すごく影響してくるということなんですよね。なので、その辺を考えつつですね、自分がステージの上でどんな風にこう動きを作ってるのか、演出してるのかっていうのも考えながらね、こう音楽やってみるとね、もっときっと豊かなね、エンターテインメントになると思います。
はい、ということでですね、今日は演奏するとき楽器を、体を動かすかどうかという観点で、ビデオをやってみました。それじゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。